どうも、後藤輝樹です。ちょっと今、ショッキングな出来事があって、もう本当にちょっと辛くて、ちょっと本当にやばいっす。だからちょっとね、本当ね、吐きそうになるぐらい、ちょっと、本当ね、しんどいというか、もう、本当ね、ちょっとこれ結構な衝撃で、それでちょっと、思い出したんですけども、DM いただいてて、こんにちは、良いストレス解消方法ってありますかっていうのがあって、いつか取らなきゃなと思ってて、その、ちょっと今これでちょっと取ろうかなと思ってて、で、そうですね、もうちょっと、もう本当にね、まあ、これ話すとちょっと、流れを話すとすごい時間かかるかもしれないんで、まあ少なくとも5分ぐらい、まあ3分5分はかかるんで、ちょっと省くと、得られる、本来であればもう確実に得られる2000円分のポイントを、僕のちょっとした良かれと思って、ちょっとうっかりしたこと、うっかりミスというか、まあ良かれと思ってやったことが逆に2000円分のポイントが消失したっていう出来事があって、僕はもう本当ね、もう呆然自失になりましたね。もう本当に、もう本当、膝から崩れ落ちるってこのことかと思ったぐらい、本当、ああってもうやばいって思いまして。得られるはずの2000円分のポイントが得られない。もうこれ本当に、もう本当辛いなと思いまして、こう、本当、どうしてこうなっちゃったんだろうっていう、本当にね、もうなんでこうなったのか本当ね、わからないぐらい、本当にもう、本当ね、もう本当にね、辛すぎて、で、辛すぎて、もう本当に、ちょっともう本当これ耐えられなくて、もう本当に耐えられなくて、もう、僕はちょっと強めのお酒飲みました、強めのお酒。まあ強めのお酒って、まあ強めの焼酎をこうロックで飲んだんですけども、それでもう本当にもう浴びるほど、ちょっとこう、飲んでやれみたいな感じで、本当に、ちょっとね、そういう状態で、で、まあ、僕、今年に入って一番かなと、そんぐらいの結構衝撃だったんですけど、で、よく考えたら、今年一番の衝撃は、やっぱこう、選挙公報に QR コード載せなかった。あれはもう、衝撃というか、本当に、選挙公報に QR コード載せなかった、ことが一番のショックだなって、やっぱ、今年一番のショックだと思いましたね。あれはやっぱ、選挙公報が残りますんで、横浜市の場合。なんで俺がの、あの、すごいもう緻密に、もうやったはずなのに、ちょっと、まあ、これはこの話すと長いんで、もうそれが1位なんですよ。で、これ今の今日の2000円分のポイント何位かなと思ったら、これ、ベスト3には入るなと思って、これ2位だな。これが2位。2位ぐらいの衝撃。だから本当に、もう、その選挙候補にもう本当に、脱ぐかが抜かないかぐらいの衝撃なんですよ、僕にとっては。その2000円分のポイントが、もう得られるはずだと思ってたから。これやっぱショックってこの落差がやっぱこう、大きいとこう、辛いって。だからその、俺2000円分のポイントでもその、この落差が大きかったんで、俺にとってはちょっと、もう深刻というか、だからその、まあ、あと3位はね、大阪ダブル選挙に、立花さんが立候補しなかったこと、これも結構ね、僕にとってはショックだったんですけど、まあ、膝から崩れ落ちなかったんで、まあ、そのぐらいですね。だからもうこの1位にこれダントツみたいな感じですよ。この1位にはこれ僕、そうですね、僕自身のこのメンタルのことなんで、僕、1位、2位のこれはね、衝撃でしたね。ちょっとだから、3位はこれ、世の中のこと考えてみたいな形のところがあるので、もう1位、2位はこれで、ね、結構本当に辛い感じで、もう本当にだから、もう酒飲んでやろう。もう酒飲んでもこう、もう、ぐちゃぐちゃになってやろうかみたいな思ったんですけど、で、まあ、でも強めの焼酎一杯飲んで、もう本当にもう、もうズタ、ボロ雑巾のようになってやれと思って飲んだんですけど、まあなんか、一杯飲んでちょっと落ち着いてきたっていうか、一杯飲んで、俺結構、マイナスになっても、まあ辛いなって、もうほんとどん底に落ちたと思っても、こう、ピンチをチャンスに変える、スキルがあるんですよ。能力、アビリティがあるんですよ。だから
こういうのに、こういうトークに消化するとか、ピンチがあるからこそ、その、余裕があった時では思いつかない発想とか、行動とか、知恵が回ってくるんですよ。で、だから、その2000円分のポイントは取り戻せないかもしれないけれども、まあ、それに近いような、その、頑張りみたいなのを、こう、発揮してくるというか、まあ、ちょっと、これ話すとこで長くなるんで、もう、ざっくり言ってしまうとそういう感じなんですけれども、で、まあ、ストレスの解消法ありますかってあったんで、だから僕はちょっと今、今回その、ちょっともう本当にもう自分をこう、傷つけたいとかそういう、な、傷つけたくないです。まあ、傷つけるとさ、風邪ひいたりするから、抵抗力、メンタル弱、免疫力弱くなって、自分傷つけると、こう、風邪ひいたりするから嫌なんだけど、今回ちょっとまあ、とりあえず強めの酒飲んで、どうかなと思ったら、ちょっと立ち直ってきました。さすが俺だなと思った。だからそんな、今年、そのベスト1位に迫るかのショッキングなことを受けても立ち直る俺ってすごいなと思いました。だから本来であればもうこれ寝てる時間だろ、これもう。今1時、2時、2時ぐらいでしょ、これ。だからもうショックすぎて、いろいろ考え込んでたんだから、これ。酒飲みながら、もう本当に。この2000円分のポイントのあれで。だから僕はだから、一つ、まあ、ストレス解消方法、まあまあ、酒とか、なんか落語家みたいな感じで、喋ると熱くなってくるからさ、まあ、酒を飲むっていうのはあるけど、これさ、見てる人たちって、子供とか多いわけでしょ？だから子供はさ、酒飲めないじゃん。俺は飲んでたけどさ、お前ら飲んじゃダメだからな、後藤輝樹が飲んでたっていうか飲んでたんですみたいな、ちょっと言われても嫌だからさ、お前ら、もう未成年は酒、飲酒、喫煙ダメだぞ、俺はやってたけど、俺はいいけどお前らダメだ。俺はいいけどお前らダメだ、やっちゃう、だから未成年は、で、飲酒、喫煙は禁止な、この輝樹塾では。だからまあ、飲酒は、だから、成人の方はね、お酒っていうのもあるんですよ。ちょっときつめのお酒飲んでグッと行くっていうのもあるし、ちょっとこう、ストレスじゃない時でも、こう、軽くお酒飲んで和らがせるっていう、まあお酒は結構有効な方法もありますし、まあ、喫煙もね、ちょっと、結構俺もね、今は吸ってないけどさ、たまにもらいタバコとかさ、したりするんだよ。誰か、吸ってると。俺、買わないからさ、バラだったら買っちゃうけど、バラだったら1本いいかなって買っちゃうけど、あれ20本入ってんじゃん。俺20本もいらないんだよ。1本ちょっと吸いたいなみたいなのあるけど、20本はちょっとさすがに、ちょっと消化しきれないから、俺エコだからさ、19本もったいないなと思うし、だからちょっと、ちょっと誰かいたらちょっといいっすかみたいな。いいっすかとか俺、もらっちゃったりするから、なんか本当に行くときは、知らない人でも行っちゃったりするんだけど、だからとりあえずもう最近は全然吸ってないけど、まあタバコもね、ストレス解消法になります。でも、俺はもうタバコ吸ってるやつはちょっとあんまり、俺が吸うのはいいんだけど、お前らが吸うのは嫌なんだよ、俺は。申し訳ないけど。俺がタバコ吸うのはいいけど、お前らが吸ってるこの煙を吸い込むのが俺は嫌だから、ちょっとすいませんっていうのはあるんだけど、まあタバコも、まあいいんだけど、まあいいかなっていうのはあるけど、まあ、飲酒も、喫煙も、この未成年じゃダメだから、まあ、他でね、俺がちょっと教えてやろうというかね、まあ、あるんですけども、まあ、基本的にはこう、有効なのはこう出すことがいいんですよ、出す。まあ、例えば、今これ喋ってますよね、声に出すこと。声に出すこともストレス発散になるんですよ。だからおしゃべりして、なんか、まあ、愚痴言ったりする人も、愚痴じゃなくてもおしゃべりして、なんか、まあ、女子会だとか、なんか、こう、いろいろ喋って、なんか、発散するとかあるわけじゃん。あとは、なんか、カラオケ行って、大声で、大声っていうか、カラオケで歌ってさ、心の、腹の底から歌って、なんか、あー、なんか、楽しいみたいな、気持ちいいみたいな、そういうのあるわけじゃん。だから、出すっていうの、いいんだよ、出す。だから、なんか、感動する映画を、あと、先ほど中から、あと、なんか、面白いさ、番組とか見て、こう、声に出して笑って、あはははは、あはははは、っていうのあれが、
あはははは、じゃ笑わないけど、俺笑うとき引き笑いなの。引き笑い。さんまさんみたいな笑いするんだけど、あはははは、みたいな笑いするんだけど、うん、ちょっと、なんか、そう、まあ今やってないけど、まあ、今ちょっと笑ってないけど、なんか変な笑い声になっちゃったら嫌だから、まあ、まあ、ともかくもその、笑ったり、声出したりとか、まあ、あと、なんか感動する映画とか、見たりして、なんかこう、涙を流すとか、これやっぱ、出すのがいいんだよ。あと、うん、スポーツ、運動して、ジョギングとか、なんかスポーツ、なんでもいいけど、運動して、汗を流す。あと、お風呂に入って、汗を流すとか、サウナに行って、汗を流すとか、これ出すといいんだよ。出すとストレス、解消するんだよ。それ、わかんねえよ。科学的なことはわかんねえけど、俺の経験上、俺はそう思うんだよ。だから、あと、小便とか大便もそうじゃん。なんか緊張するとさ、小便したくなったりするだろ？なんか、そわそわし。あれって、自分のこの、体のなんかこう、神経をこう、なんか、こう、緩和させたいみたいなので、体がこう出させるんだよ。こうストレスをこう解消させるために。だからトイレ行くことはいいんだよ。トイレ行ってる間さ、こう、尿をね、こう出してる間、すげえ気持ちいいじゃん。あー出てるみたいな。あー出てるみたいな。出すときは、こう、出すことに集中した方がいいだから。なんか、リラックスして、わーって。なんかおしっこジャーって出すとさ、多分気持ちいいと思うんだよ。で、本来は、トイレとかじゃなくて、もうこのまま、ズボン、パンツ履いたまま、ジュワーって出したらいい。ジュワーって出した方がいいんだよ、それは。いいんだよってわからないけど。いいんだよ。だからそっちも気持ちよさそうだろ、これ。ジュワーって出して。うわー、びしょびしょだー、わーみたいなのがいいと思う。わかんない。いいと思うっていうか、俺独断と偏見だけど、だからほら、なんか、ヒガンバナとかさ、漫画のヒガンバナとかもみんなおしっこジュワーって出してじゃん。あれよくわかんないけどさ。あの漫画すごいけど、だからよくわかんないけど、おしっこジュワーって出すじゃん。ああいう感じでジュワーって出して、あーってなんかなってんじゃん、ヒガンバナ。まあ、ああいう感じでね、バーって出した方がいいと思う。だバーって出せない場合はもうトイレに、まあ出せない人が多いだろうけど、場合はこう、ね、こうトイレでやって、まあ、おしっこもそうだし、こう、大便の方も、こう、やっぱ、CM で出すって気持ちいいみたいなやってんじゃん。出すって最高みたいなやってんじゃん。なんか、よくわかんない。コーラックだっけ、ね、よくわかんないけどさ、やってんじゃん。やっぱ出すって気持ちいいんだよ、だから。その大便をこう出すのも、はぁーってなるじゃん。はぁーってなるじゃん。だから、そういう出すってことは大事だし、まあ、当然ね、皆さんもこれ察しやすくと思いますけど、こう、射精とかも、射精で出すことも、こう、気持ちいいわけじゃないですか、こう。だから俺は今回ね、お酒で言ったけど、ほんと、いろんな手を使って舐め、こういういろんな手を使って舐めたら、最終的にはもう、射精っていうね、リーサルウェポンがあるんで、そういったね、ことも、射精とかオナニーね、オナニー、まあ、セックスでもいいんだけど、そういうので解消できます。まあ、女性だったらね、行ったり、潮吹いたり、ね、いろいろあると思いますけど、そういう時もね、もう解放するね。解放して、何を言ってんでしょうか。そういうね、ほんとね、受け身じゃなくて、もう積極的に解放する。こう、ストレスをね、なんだっけ、ストレスの解消法だ。解消しに行きますみたいな。委ねて、っていう感じで、だからこう、男性諸君さ、オナニーとかして、こう、出る瞬間、こう、飛び出るだろ？飛び出るってこう、この自分のこの幽体離脱するみたいな感じなんだろう、こう、宇宙にで遊泳してるような、なんだ僕たちは、なんで僕たちは争いをしてるんだろうか、みたいな。ララ、どこにいるんだ、みたいな。そういう、それなんかさ、こう、宇宙遊泳するような感じじゃん。射精した時。こうなんか、ララばっか言ってさ、ガンダム、初期のガンダムわかんないやつ、ララって誰だって話なんだけど、まあいいや。だからとにかくさ、出すことってやっぱ、基本だからストレス解消の。だからまあ、そう。だからもうほんとね、手っ取り早いのは、やっぱこう、お酒がなしとしたらこう、まあ、射精とか、まあ一番健康的なのはこのジョギングね。ジョギングで、こう、汗流しながら、こう、なんか、汗流して、こう、
してこうストレス解消すると同時に体も健康になるっていう、もうね、こう最高な、ストレス解消法だと思います。まあ他にもね、例えばご飯を食べるとか、言えるっていうのもあるし、出す前に入れるっていうのがあるんで、ご飯を食べたりとか、美味しいもの食べて、まあ好きなね、趣味とかあるだろう、なんかこう、漫画見たり、アニメ見たりさ、ゲームやったりとか、そういう自分の、ね、趣味をやるとか、だからいろんなね、いろんなこう、ストレス解消法を持ってた方がいいから、これは。なんか受験勉強でも仕事でもそうだけど、何かにぶち当たった時、その薬ってそのなんかストレス解消になる、自分なりの薬をいくつも用意しておいた方がいい。だからそのまあ今回俺はお酒だったけど、まあ射精でもいいし、運動でもいいし、なんか好きなものをする、好きなご飯を食べるとか、いろんなこう選択肢はあって、もうそれをね、こういろんな風に使っていく。あのこの今日はこれ、明日はこれって、そういう、なんかそのランダムにさ、自分の気分で。そういう逃げ場を作っとくと、なんかこう、嫌なことあっても、だから俺も今年2番目にも辛いことがあっても俺は抜け出せたから。うん、本当に。まあ、だからお酒今回飲んだけど、あと寝るっていうのもいい。多分ね、お酒飲まなかったとしても、くよくよし、お酒飲まなかったら多分、もう、本当に、射精してたかもしれない。お酒飲まなかったら射精して、もう寝てやる。射精して、もう、本当寝てやるみたいな感じだったかもしれない。まあ、とにかく、結構寝ると、なんか落ち着くっていうのはあると思う。だから俺、これ今喋って、ちょっと多分、スッキリしてる状態にはなってると思います。だから俺、これ、お前らに教えを与えると同時に自分もスッキリするっていう。ストレスを解消していくっていう、こういう高度なテクニックをお前らも身につけた方がいい。だから、その、両方こう、そう、一石二鳥みたいなやり方もあるんですよ、この、経験を積むと。だから、そういう風にね、俺みたいなエコな人間に、なってほしいなと思います。だから、まあ、まあ、人それぞれあると思うんで、それはもう手探りで、今、俺が言ったような中から、チョイスして、やると。だから、だけど、これ、注意したいのは、同じのを全部やらないってこと。だから、俺、酒ばっか飲んでたらさ、アル中になっちゃったりするじゃん。射精ばっかしたらさ、もうガリガリになっちゃうだろ？ガリガリになっちゃうかどうかわかんないけどさ、だから、一個にもう偏らずに、まんべんなくやった方がいいと思うから。まんべんなくストレスを解消できる、選択肢を用意しておくと。そして、なるべくストレスを溜めない生き方をする。俺は結構ね、ストレス溜めない生き方なんだよ。だって、お前らからしたらさ、2000円分のポイントなくなっただけで、その、今年2番目に、辛かったこと、だって、あんた選挙落ちたんだよねって、そっちより2000円分のポイントを喪失した方が辛いのっていう感じじゃん。そうだべ、お前らからしたらさ。だけど、だから俺的にはなんかあるんだよ、俺なりのあれがあるわけで、まあ、基本的にだから、そんぐらいしかないんだよ、俺のショックとか、ストレスがかかるような。あんまりないから。で、お前らって多分、世間に合わせて生きて、学校や仕事に縛られて生きてるから、ストレスがすごいと思うんだよ。俺はそういうのね、縛られないように自由に生きてるから、その2000円分のポイントを喪失したで、俺はもう膝から崩れ落ちるように、もう、まあ、今年2番目に辛い。そのぐらい、あれなんだよ。だからまあ、でも、ね、お前らからしたら全然、そっちの、それ、ストレスにならないんですかってことは全然気にならなかったりするから、まあ、人それぞれあるから、まあ、そういう、ストレス耐性に強い生き方もしつつ、ストレスの解消の仕方も、いろいろ、こう、手探りで、探した、方がいいかなと思います。それは答えはないから、答えはお前自身が見つけてくださいということで、まあ、こんな感じで、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローしていただければ、お願いします。説明欄に書いてありますので、ということで、後藤輝樹より愛を込めて、お前ら、愛してるぜ。